笑点に笑点。こんにちは。こんにちは。はい、じゃあよかったらお名前をどうぞ。中友みどりと申します。はい、よろしくでございます。よろしくお願いします。はい、ということで今日は笑点に笑点なんで、はい、はい、お店紹介したいと思いますが、はい、中友さんのお友達のお店。そうなんです。ボーイスカウト時代に一緒にリーダーをしていた木下澄さんのお店です。はい、はい、電気屋さんですね。そうなんです。はい、世田谷電化。はい、あのボロイチの時に伺いましたけども、はい、ボロイチの時はここで振り回してたんで、今日は改めまして電気屋さんとしてのご紹介でございます。はい、はい、じゃあ行ってみたいと思いますんで。はい、はい、どうぞ。はい、全然バラバラになっちゃう。ダメ、あら。というわけで、はい、はい、お店の中入ってきました。はい、はい、そうですね。はい、じゃあこんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、じゃあよかったらお名前もよろしいですか。世田谷電化の木下と申します。はい、よろしくお願いします。はい、こんにちは。はい、あのなんて言えばいいんですか。はい、お名前を。はい、あの同じあの木下澄です。よろしくお願いいたします。あのボロイチとあのボーイスカウトの取材で。そうですね。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、いろいろ今日はそのお店の方に来ましたけど、ありがとうございます。なんか、はい、こんな狭い小さい店なんですけど、はい、まあ、電気屋さんって感じですよね。そうです、はい、町の電気屋さんです。町の電気屋さんですよね。はい、町の電気屋さんの お名前は何ていうんですか。世田谷電化と申します。世田谷電化。はい、というわけで、あの町の電気屋さんで中田さんのお友達。はい、そうです。そうですよね。ボーイスカウト時代に一緒にリーダーしていた木下澄さんです。はい、はい、じゃあもうちょっと町の電気屋さんの話をちょっと聞きたいですけど、はい、こちらのオープンしてどれぐらいになるんですか。36、7年になります。36、7年。はい、ここが初めてだったんですか。お店はあの向かいに最初出したんですけども、ここへ、10年ぐらい前に10年前にここに移動してきたんですけど。なんでそれが移転になったんですか。まあ向こうは借りてたんですよね。で家賃を払って、はい、あのこちらに住まいがこちらにあったんで、古い、ね、両方ちょっときつかったんで。なるほど、なるほど。ちょっと建て直しして、はいはいはい、お店も一緒にという。なるほど。ね、3階建ての豪邸。いやいやいや、かろうじて。そんな。世田谷の出身なんですか。いや、もう前勤めてたところは川崎だったんですけども、川崎の方に勤めてて、こちらの世田谷の方に、これの姉さんがこれいやいやいやこれって言っちゃいけないですよね。奥様、奥さんの姉さんの旦那さんのお店を出すってことで、それをまあ手伝うっていうことで一緒に始めたんですよね。じゃあたまたまというか、そうですか。元世田谷なんで。私は世田谷じゃないんで、私はもう青森なんです。でただその結婚して、あの職場内での結婚だったんで、それであの、川崎の方に住んでたんですけど、はいはいはい、でこっちの方にあのその新しく店をあのやろうってことで、それであの始めたのが、はい、そかそか。いや、ここの商店街だとそのそれこそボロイチで有名なんで、はい、昔からの地元のばっかりの人がいるのかなと思ったんですけど、いや、そうでもないです。最近はやはりあのよそから来て店を借りて、あの商売してる方も半分ぐらいは多分。あ、そうなんですね。やっぱり地元の方っていうのはどんどん減ってきてると思うんですよね。やっぱり引っ越されたり、うん、代が変わったりとかっていうことで、あの跡取りがいないとか、そういう形で商売辞めてる方が多いですよね、やはり。なるほど。こちらのお店の売りというかセールスポイントというのはどの辺なんですかね。セールスポイントってもう本当にその地元の小さなお店なんで、やはりまあ小回りが利くというか、やはり地元の皆さんに愛されるような、まあよく言うお医者さんじゃないですけども、かゆいところに手が届くようなあの商売をしていくという、まあそれが生き残っていける我々地元の小さなお店としては唯一の方法かなと思ってますけども。どうですか、かゆいところに手が届いてますか。はい、そう、よくうちとかも来ていただいてる。あ、そうなんですか。します。はい、どういうことやってもらうんですか。ビデオの撮り方わかんないとかそういうのか。いや、そういうのじゃないそういうのではない。今日もね、こちら様のおばあちゃまのところに、電子レンジが壊れて、お買い上げいただいて、今日主人が納品してきたんです。はいはいはい。はい、もういつもお世話になってるんですよ。ああ、そっかそっかそっか。はい、あと最近だとあれですかね、あのテレビが映らないとか、地デジがなった時とか。そうね、そういうこともあったね。そうですね、あの
去年の7月に切り替わったんですけど、うん、その時にはやはりいろんなね高齢者の方だとやっぱり1回で分からない、そうですよね、1回説明しても、まあ、ちょっと理解できない場合に、うん、お電話が来て、うん、2度3度説明に行くっていうことはやはり地元の電気だからできることだと思うんですけども ね、 ね、あの、はい、家の状況まで分かりますもんね。そうですね、うん、はい、特に今あれですよ、そのスカイツリーから電波がまた今切り替わってますから、ね、ややこしいですよね、はい、やっと落ち着いたのかと思ったら、そうですね、そう実際にまだその映らなくなったっていう苦情のあれはないんですけども、うん、やはりこれから完全に移行した時に、そうですよね、また支障が出る可能性はありますよね。でそういう時はそのお家に行ってちょっと調整したいってこともやってくれるんですよね。はい、なるほど、うんうん、じゃちなみに今までやってもらったことなかったけど電話してお願いしてもいいですね、近所だったら。そうですね、そういう方やはり買われるのはやはり遠くで買われても、そういうちょっとしたことをそこまで頼むのはちょっと心苦しいっていうお客さんだと電話来ますからね。なるほど、やはりそういうお客さんには行くという、ね、なるほど。ちょっとワンちゃんがだいぶ興奮そういつもと違うんで、そうそう、ね、ちょっと違いますね。大きいワンちゃんですよね。そうなんですよ、うん、看板犬です。もういくつでしたっけ。もうね、4月が来ると16歳になるの。16歳、随分大きい犬の割には。そう、長生きしてます。16歳は人間でいう何歳ぐらい。おじいちゃんです。おじいちゃんです。もう90ぐらい、90何歳、うん、もうそれぐらいの年齢に当たるんじゃないですかね。看板犬なんですね。看板犬です、はい、だって小さいお子さんとかね、うん、よくねなでなでしに行ったり、写真もたくさん撮って皆さんにあげたりしてね、まだこう小さい時とか 5、6 年、ね、なってた頃は皆さん、うん、珍しいから見に来たりして。そうですね、僕はあんまり詳しくないんですけど、うん、なんていう犬種なんですか。アイリッシュセッターっていう。アイリッシュセッター、はい、セッターの名前。大きいですね。大きいですよ、はい、大きい。ちなみにそのアンテナとかこう調整っていうのはどの辺のエリアまで OK なんですか。うん、まあ遠いとこですと、うん、川向こう、世田谷越えて、まあ、登るととか多摩のあっちの方までは、はいはいはい、何軒かお客さんあるん で、 あ、本当ですか。その辺までは行きますけども、うん、はい、なるほどなるほど。神奈川の方が多いですね。ここのお知り合いっていうか、ここで知り合って遠くに向こうに引っ越されてっていう方と、もともと川崎にいたんで、うんうん、その頃からの知り合いっていうか、うんうん、川崎にいたんで。ああ、なるほど、なるほど。件数は少ないですけどね、うんうんうん、でも引っ越されてもね、ちゃんと。そう、そんな遠いのは横浜、うん、緑区かな、ぐらいのお客さんもいますよね。すごいですね。じゃあもう世田谷エリアぐらいなら全然大丈夫ですか。そうですね、はいはいはい。もう世田谷、あと目黒、うんうん、あの辺までは割と、まあそんなに時間もかかんないし、うんうん、すぐ行けるって形で。そうですね。でそのこちらの、まあ、町の電気屋さんですけど、まあこう得意分野というか内装工事とかで、そういう電気関係の工事なんかもできるね、この辺の。そうですね、ちゃんと登録が証拠ありますけども、はい、まあ、大工さんとタイアップっていうか、はい、そして内装室した時に、うん、電気工事、まあ、配線工事ですよね、うん、まあ、リフォーム関係はだから割合とそのまとまった工事があるんで、うん、電気工事以外のそういう、まあ、アンテナもそうですし、電話の配線とか、うん、そういういろんな工事関係があるんで、うん、そういうリフォームに関したことは要するに工務店っていうか、うん、大工さんの方から依頼をもらってやるっていうのは割と多いですね、はいはい、なんかやってもらったことないですか、ね、前エアコン の、 移動とか、それとかあとエアコンのお掃除、はい、をしていただいて、クリーニングね、クリーニングして、ね、あ、エアコンの掃除もできるんですか、はい、やりますね、もちろんもちろん。そうなんですか。へー、なるほどなるほど、はい、シーズン前には割合と。あ、そうなんですか、はい。ああいうのって清掃業のする人がするんじゃないですね。電気屋さんもやってくれるんですよね。もちろんです。そうなんですか。そう、なるほどね、はい、はい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 。今いろんなところでやってますけどね。はいはいはい。やっぱりうちで買っていただいたお客さんがうちに依頼来るっていうのは割合と多いんですよね、うん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 、電気屋さんでやってくださいって。まあそうですよね、はい、ちなみにそのクーラーの移動は、はい、部屋の移動だったんですか。そのここについてるエアコンを
違う部屋に移動するとか。そうですそうです。移動とか、はい、取り替えもしたよね。取り替えもしたよね。そういう仕事をやっぱりまめにやるっていうことですよね、基本的に。はい。やっぱそのね、電気屋さんって言ってたらどうしてもあの量販店で買うみたいなイメージがありますけど、うん、はい、まあ、それ以外でこういう街の電気屋さんでこう勝ち残っていくためのこれからの手段っていうかね、まあ、そのさっきも言いましたけど、そのいろんなサービスが、はい、アフターサービスが充実みたいなところもありますけど、やっぱ小回りとか聞くとかそういうところですよね、売りっていうのは。そうですね、はい、まあ、小回り聞く、まあ、あの依頼があればすぐ行くっていうのも小回りですけども、うん、やはり定期的に巡回する、あの用がなくても顔出しするっていう、はいはい、まあ、ご用聞きですけども、やっぱりそういう、顔を何回も出すっていうのはやはり重要だとは思いますけど ね、 なるほどね。やっぱりそれは大手であってなかなかできないそうですね、ことだとは思いますけどもね、うん、お年寄りなんかもね、そんなに外に出られないところに、ね、やっぱり電気屋さん来てもらえば、ね、あの電球取り替えるのだってやっぱり老人の方とかは ね、 ね、難しいですもんね。あとテレビの操作とかいろいろ、そうですね、もともとここに住んでる人がいいと思うんですけど、例えばここに引っ越してきました、はいはい、若い人が、ええええ、で始めるきっかけってつかみづらいじゃないですか、はい、そういうので一番初めのきっかけってどういうのがいいですかね。いきなり こんにちはって言っても別にいいんですかね、そのお客さんとして。それは大丈夫ですね。学生なんかがやっぱりシーズン、うん、今ちょうどそうなんですけど、そうですね、うん、やっぱりアパートに引っ越してきて、うんうん、その足らない電気製品を、うんうん、あの近場で買うっていう、うんうん、やっぱり大きいものはやっぱり大手のところ行って買われても、細かいものはやっぱり地元で買うっていう、うん、その照明とかそういうオーブントースターとかちっちゃいものですよね、はいはいはい、そういうものは地元で買うっていうことは結構あるんで、うん、そういうお客さんは大事にしていかなきゃならないことですよね。まあ、当然あのあれですよね、その例えば量販店で買ったものの修理とか説明もちょっとしてもらえるとか。それは大丈夫ですよね。大丈夫なんですよ、はいはいはい、なのでそのそれが次につながるようなことはしていかないといけない。そうですね、はい、まずはきっかけでなんか電気的に困ったことがあったら町の電気屋さんに来てみる。そうですよね、そこにこの辺の人はここに来てみると、うん、はい、ね、やっぱり離れたところだとちょっと行きづらい、うん、やっぱり近くの電気屋さん、うんうん、足運んだのがいいということですよね。そうですよね、うん、それとこの間あのボロ市の時に伺ったんですけど、ここはまあ、はい、ボロ市で有名ですね、この商店街は、はいはい、最近はどうなんですか、この商店街盛り上がってますか。盛り上がってるっていうか盛り上げようっていうこれからですね、今日も会議あったんですけど、ね、ここはあの町づくりで、世田谷駅前の方の商店街と一緒になって、はいはい、あの大観屋敷からちょっとそのボロ市通りを、要するに町づくりにしようっていうことで、去年第一期をやったんですけど、また、はい、今年度、うん、要するに新しい25年度に第2期目をやるっていうことで、はい、徐々にこの町づくりちょっとこう時代が上がった、うん、江戸時代後期ぐらいの町並みにどんどんしていこうっていうことで、うん、プロジェクトとしてやってるんですよね。だから今年はあの瀬田新のところを、ちょっと江戸時代風のあれ作るっていうのは去年本当にやるつもりだったんですけど、ちょっとあそこ耐震工事かなんか入ってちょっとできなくて、うん、今年伸びちゃったんです、だから大観屋敷の前瀬田市のところもできると、ちょっと両側にこう街並みがちょっとできるっていう形で、それをどんどんつなげていこうっていうことで、外観が変わるってことですね。外観変わるってことですね。瀬田市のところ、瀬田市のところ変わるんです。あの花壇のところですね。うーん、何かこう江戸風にあの隣がちょっとできてますよね、あの右隣の介護のあれ、ね、あそこやから、あそこのところ、あと向こうの出張所ですか、あっちの方も瀬田市と一緒にやるんですよね。だからあの辺がちょっとこう一帯がちょっと変わると、今年の暮れぐらいには変わるんじゃないですかね。でそれがどんどん伸びて、それを伸ばしていこうっていうことで、楽市楽座ってずっとお祭りやってますもんね。はい、楽市楽座は僕ずっと出させてもらって、あ、そうなんですか。そうなんですか。よく出してもらってます。で取材も毎回させてもらって、あ、そうですか。私、だからあそこ安藤さんが会長なんですけど、でここもだから安藤さんたちと一緒になってやろうということで、今ということで、やっぱりちょっと変えていこうということ。
わかりました。ちょっとテクテクで今それ辺追っかけてきますから。テクテクとね、ちょっと変化が。そう、変わりゆくところは。そうで、最初いいと思いますよ。ここまででしたと。というわけで、はい、ちょっとご主人この後用事があるということで。はい、はい、すみません、はい。ありがとうございました。じゃあ、はい、お話を伺わせていただきます。どうも。じゃあ、あとは奥様に聞いておきますので。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。どうも。やっぱここは日立がメインなんですか？あ、そうですね。日立のチェーンストールなので、うん、日立製品が主に、まあ、あとはお客さんのね、希望のメーカー名を仕入れたりはしますけども。あ、オーダーもできるんですか？もちろんそうです。だってやっぱしお客さんがどうしてもこういうのを欲しいっていうのを提供しなくちゃいけないので、うん、それがやっぱし同じ日立メーカーでも同じようなものがあればいいですけども、うん、ない時はもうせっかくお客さんそして来てくださってるのにうちは使いませんではないので、うんうん、他のメーカーも扱いますので。なるほど。長友さん、なんか電化製品に困ってることないですか？電化製品、電気関係でもいいですけど。電気関係、それこそその地デジになってからも余計に難しくなってるじゃないですか。難しいですよ。あれちょっとひどいですよね。ねえ、いやマジで思いますよ。え、だって上川さんがそう思うの？相当難しいですよ。え、そう？ね、それこそいわゆるダビングの世界は本当ややこしいですよね。あれを、うん、それこそおじいちゃんおばあちゃんに説明しようと思ったら多分無理だと思う。もう無理無理無理。もうね、いや覚えようとしてる方は一生懸命聞くと思うんですよ。うん、本当に昨日もね、2件あったんですよ。テレビが急に映らなくなったって言ってね、行、うんうん、ったらなんてことないことなんだって、うん、それでも、うん、あ、じゃあ今すぐ行きますって言うと、うん、同じことなんか難しいもんだって。で、ね、線のつながりもなんか、そうそうそう、で押さなくてもいいところなんかこう押しちゃったりして、うん、で映らない映らないって言うんですよね。そうなんですよ。そういう感じのところの人たちに、例えばコピーガードがそのかかってコピーガードコピーガードね、はい、ね、普通の今までのテレビだったらビデオテープからビデオテープで普通にダビングできたんだけど、今はそういえばできにくくなってる。知ってました？ガードがかかってるんですよ。ガードかかってる。そうなんですよ。それを説明するのってすごい難しいでしょ。なんでできないのって言われたら、いや著作権法でみたいなとかね、企業もいろいろね手を出してきますわね。うん、そうですね、もうね、儲けるためにえ、コピーできます？ちなみに何の？え、撮ったテレビを DVD に焼いたりとか、うん、あ、それはできるでしょ？ね、あ、うん、それはできる。というわけで、はい、PR してもらいましたんで、はい、最後に改めてお店の情報を言ってもらえばと思いますんで、はい、まず住所どちらにあるんですか？はい、私どもは世田谷区世田谷1丁目です。はい、ボロ市通りっていうところに、はい、お店を出しております世田谷電化と申します。はい、はい、主に日立製品を扱っておりますが、はい、他社メーカーでもどうぞ、はい、ご希望があればご用意できます。はい、で、あとは主に商品も販売ももちろんそうですけど、うん、電気工事の方が割と信頼を受けて工事させてもらっております。はい、そうですね。はい、なんかご用命があれば、はい、電話で、はい、ご用命があればどうぞお電話くだされば、はい、お伺いいたします。はい、電話番号は 3426-8451 でございます。はい、どうぞお待ち申しております。はい、わかりました。はい、お気軽にって感じですね。お気軽に。はい、はいはい、どうもありがとうございました。どうも失礼いたしました。